アイシェリングアイシェリングアイシェリングは2014年6月1日に結成された日本の女性アイドルグループ。関西を中心にリアル姉妹で活動中、年間300本以上のライブを行うことからライブモンスターと呼ばれる。事務所はバッシュエンタテインメント。大阪府出身。いじられ、キャラは愛されキャラ、ピンクの髪型がトレードマークの姉、神の彩香。 大人っぽく清楚なルックスを持っているが時々おばかな、笑いも放り込むという妹、神の網の二人からなる。プロデューサーは常、沢拓忍。2014年6月、姉妹ユニットとして結成。2015年7月にファーストアルバム、コマンドアイを発売。2016年4月リリースのシングル、リングにかけましょう。時をかけましょうが、オリコンウィークリー187位。 7月リリースの真夏のライトニングは、スタヤ全国ランキング7、20フデリーで16位にランクインする。2019年3月にユニバーサルよりベストアルバムがリリース。収録された14曲が全部アップテンポで楽しい楽曲と評判。ライブパフォーマンスへの評価も高く、年間で300本以上のライブを行い、ライブモンスターと呼ばれている。 2020年6月、大阪京橋のライブハウス、アークのために寄付金を募るため通算40曲目となる新曲、ライブハウスは、愛をリリース。年間約300本以上のライブをこなし、京橋アーク、アベのロックタウン、名古屋クラブサル、梅田アカソ、震災橋ビッグキャット、神戸バリト、芝石山ユーストンなど、ワンマンライブを成功させる実力派ユニット。 2020年10月 9th シングルライブハウスは愛が10月28日付の週刊優先ヒット J-POP ランキング第20位11月25日付週刊優先ヒットインディーズランキング第3位にランクインありがとうございます